ーのキャバナオーレユラムシゲー今日はなんか最近シゲに久々に会ったら髪の毛がボーボーでちょっと鬱陶しいんで今日は切りたいと思います。ジーいろいろこんな感じでなってますんで右と左担当で左右別々で切っていきたいと思います。任せろ絶対大丈夫やから容姿の孫やし孫遠いじゃあやっていきましょう。どういう感じの髪型でやっていきましょう。うわぁ、坊主は絶対に嫌。坊主だけは嫌。まあ、お任せ。髪色もいい。お任せで。オッケー。行きます。うわ、お任せ怖い。こいつめっちゃ怖いわ。なんでよ。テンション感怖いもん。なんでやねん。ツーブロックカタカタとかあるんじゃん。いけるよな、いける、いける。めっちゃ怖いわ。維新、電信。そうなんだって、こっちらさ、キブイチやん。2V1 って何？分かりづらい。それ何やっけ？間違えた。2個1や。ほんだら、行きまーす。うわ、めっちゃ怖いわ。その音めっちゃ怖いし。やばい。いくいく。ちょっとなさそう。怖い。ほんま怖い。どうしようかな。結構切られてる感じするわ。絶対ここいらんから。いや絶対ここいらんとかさ、めっちゃジャキジャキ。お前分かってんの？分かってる。うわめっちゃ怖いわ。これほんま遊びやん。どんぐらい伸ばしてたん？5ヶ月ぐらいかな。ほぼ半年ぐらいか。あれ切らへんの？ハサミのアイモン。ハサミのアイモン。スキバサミしかない。なんで1個やねん、2個持ってこいよ。あったのにな、家に。なあ、襟足っている？うわ、怖っ。いらんやろ。怖っ。お前、自殺に切ってんな。ほんまに、ジョキジョキ聞こえる。え、でも、雑に切っていって、後で揃えるタイプやねん。うわ、何それ。っていうか、もうな、髪の毛だらけやで、僕。やっぱり？まあ、公園さえ汚れなければいい。俺はいい。後ろにシゲでおんねんけど、シゲできてる。俺毛の量多いからさ、マジで多いよな。めっちゃ多い。あとすいてください。そのためにすき話しればし、ハゲんの韓国風やで今。嘘、シゲあれやもん、今ジョングクに見えるもん。しばかれろ。やばい、絶対やめとけ。それ気合せ半端ない。足も汗かきやがって。せっかく、うわ、お前なんか落ちてきた。ごめんごめん。いや、ここじゃないやろ、毛に謝れ。どういうこと？なんかこれどうやって使う？上に上げて。で、こう、うん、そうやけど、そうそう、やばすぎやろ。ちょっと待って、ちょっと待って、ミリを見ろ、ミリを見ろ。行くでー。行ってまえばいいよ。行ってまえばいいって、お前、お前、その持ち方ここやろ。あ、でもちょっと触り方が美容師風やわ。え、7ミリでいこう。前怖っ。うわ、とりあえず立つわ、その音。うわ、やばい。やばいって、お前。ユラ、マジで躊躇ないな。躊躇しないで。とりあえずめっちゃ立ってるわ。なんでそれはなんで、なんでそんな不安に思ってんの？いや、当たり前やろ。任せんの間違いかな。人の手直しはムーにやってもらう。美容師の孫なめんな。どんだけばあちゃんが髪切ってんの見てきたと思ってんの。見てるだけよ。はにゃー。これ炎上せえへんかな。炎上したらいいんちゃう。いくで。え、大丈夫？そのミリとか見た？7か。分からん、ミリの長さあんま分からへん。ユラも分かってない。4の方が夏？4の方が夏やけど、4はあかんよ。うん、まあ、青くなんで。え、ほんまにそんなレベル？一回じゃあ見えづらい後ろで練習するわ。いや、練習すな、人の髪で。うわぁ、やばい、夏来てる。毛が。え、そうやね、夏来るよな。夏来る。割り勘した瞬間。人の夏来んな。行くで、横。うわ、やばい。痛いって、痛いって。ギュー、ギューってやってるだけ。痛いって。いやー。
嫌がらんといてや、俺の髪。うわ、こいつ汗かいてやがる。いや、そらそう。いいやん、シャンプーせんの。怖い。意味が分からへんね。え、そこまでなんやろ。その辺か。やるよ、ちゃんと分け目一応。え、分け目まで刈る？いや、違う違う違う。あ、お前、坊主やないか、それ。お互いが合わせに行って最終坊主になるか。上まで行っちゃう。見て見て、かっこいい。前髪いる？おい、前髪いるで。前髪いるん、しげって。いやいや、いるで。いるん？前髪いるで。あと、ここで合わせてくれ。今、大海君くん、ほんまディカプリオやるの。こっちディカプリオ知らん。しげ、終わりやって。こっちあれするわ。スパイファミリーの黄昏。いや。スパイファミリー見てへん。じゃあ、ディカプリオと、タソガレにしよう。ユラのハットと、ムーのハット、見まーす。いっせーので、うん、あ、お、あ、でも、お、い、え、なんかいい感じだよ。ここやなんや。じゃあ、これで一旦手直しして、シゲに見ていただきましょう。完成しました。イエーイ。次はまだ見ておりません。せーの、パッ。もうないやん。これは一旦寝ますな。でも、すごいわ、上手。後ろやばくない？何？ないやん。何が黄昏やねん。何がディカプリオやねん。こっち側は黄昏やったよね。じゃあ最初、最初ここに押したら気づいたら坊主カットになった。えぐい、ここが謎すぎる。後ろこんな感じ。ないやんけ。あとガタガタやんけ。ガタガタか？曲がってるやろ。写真で見たらやばいな。生やったらまっすぐやけど、写真に撮ったら歪んじゃうみたいな。シゲがかっこいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あらねー。